小花沢盆地の地形図小花沢盆地は山形県東部に位置する盆地である。国内有数の豪雪地帯として知られている。夏季生産量日本一の小花沢スイカや山形そばはこの地が本場である。ニーツルコダムより見下ろした小花沢盆地三方を山地に囲まれ、東部に大武山脈、西部に出羽山脈が連なり、 北部のサルハネ峠が東盆地と新城盆地を隔てる。盆地西部に最,上川が流れ域内最大支流のニュ川が東の宮城県境から様々な支流を集め、最上川に注ぐ。南側の山形盆地の都の境は不明瞭である。最上川東岸には丘陵地が見られるが、西岸では平坦地が連続しており、区分は難しい。気候面では、 両盆地の境界付近に位置する村山市北部も、小花沢市や大石田町同様に冬季の積雪量は多く、降雪量が極端に少なくなる山形盆地とは異なる。小花沢盆地に所在する自治体は、小花沢市、北村山郡大石田町の二つ。小花沢市は埼上川水系の支流である乳川や朧げ川、野尻川流域の大部分を占める。 大石田町と小花沢市北部の足沢地区は、西上川本流に接している。本盆地は、山形県の4地方のうち、村山地方の北部を占める。一帯を含む地域は、北村山地区と呼ばれるが、この場合は、山形盆地に位置する村山市や東根市も含む。盆地特有の気候で1日の寒暖の差が大きく、冬季の降雪量が多い。 特に降雪に関しては、国内有数の豪雪地帯に数えられ、平野部でも積雪は2メートルを超える。理由としては、もがみ川を吹き抜ける北西の季節風が、赤稜山脈の大雨山脈にぶつかり、その西側で多く降雪するためである。同様な特徴が、新城盆地でも見られる。主に稲作が行われている。また特筆すべきものとして、小花沢イカ栽培が有名で、 日本第3位の生産量である。小花沢市の銀山温泉は、大正ロマン漂う風情のある温泉として、全国的に非常に有名である。また、小花沢市や大石田長寺都市五地区の蕎麦も有名で、新州と並ぶ蕎麦どころ山形を象徴するところである。小花沢市は、東北を代表する夏の祭り山形花笠祭りの発祥の地で、小花沢。 花笠祭りが毎年8月後半に開催される。1999年に山形新幹線が新城まで延伸し、2014年には小花沢新城道路が小花沢インターチェンジまで整備されるなど、域内の交通環境は飛躍的に向上している。中心となる駅は大石田町にある大石田駅である。主要道路は小花沢市を中心に通る。 大石田町から山形盆地を貫き、上山市へ伸びる活断層。長さ約6 0キロメートルで平均的な活動周期はおよそ3000年。過去1万年前の間に少なくとも3回は活動した可能性がある。将来の地震発生の予測では、 今後30年以内にマグニチュード7.8程度の地震が発生する確率は0から7%と比較的高い水準で、この地震が発生した場合、山形盆地を含む山形県内陸部全域が震度6強の揺れに見舞われると予測されている。ありがとうございます。